はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、前回に引き続きです。小学校受験幼児教室の誤解その2です。それでは、西荻フレンドリースクール室長、本日もよろしくお願いします。前回はね、幼児教室に対してその、何でも見てくれるよって思って入ったら、願書面接見てくれないところもあるかもしれませんねという話をしました。うん、今日はその続きということで、その2です。それがまず、はい、この間、次回や、前回やったのはチェックポイント1。でチェックポイント2、はい、っていうのはこれが面白いんですけど、うん、先生と話す機会があまりないって。私これはねびっくりしたんですけど、はい、幼児教室に入ってて先生と話す機会があまりない、うん、とか思ったんですけどね。やっぱり親は素人ですし、うん、私でもね、最初の新助の受験の時はもうわからないことだらけだったし、まあそれでも自分も教えてたし、まあ家系がそういう教師の家系っていうのもあったから、その話をする機会がないとしても、まあある程度予測はついてたんですけどね、うちの子はこうじゃないかとか受験ってこうなのかなっていうのはちょっと予測はあったんですけど、それでもよくわからない。相談ごと聞きたいことって山ほど出てくる。そうなんです。で、最初の頃は、ね、うん、まあこうこうこうですよぐらいで、うん、まあ別に年少の頃なんて差し迫ってないから、うんうん、まあそういうことを聞くぐらいだから、そんなにこう私も不便はなかったんですよ。で、まあ年中うちもやっぱり2歳からやってたから、年少年中クラスに上がった時もそんなにその通ってて不便さを感じないんですよ。だから多分今でもどこかお通いになってる方も年少クラス年中クラスだとそんなに気がつかないと思うんですよ、うんうん、あ、まあちょこっと先生が言ってくれたことだけで、うんうん、なんかたくさん言ってもらったみたいな気にこう自分もなってたんですけど、うんうん、はい、さすが年長新年長になってこう年中と年長の差ってものすごい大きいんですよ。もう受験まであと1年というタイミングになったところですね、うん、新年長で結局ね、はい、それよりというよりもやる中身が年少でやってること年中でやってることと、うんうん、年長でやってることっていうのはもう全く別物じゃないかと思うぐらい、うん、こう物が違っちゃったんですよ、うんうんうん、で一体うちの子はどんなとこに向いてるんだって、いよいよあと1年になってくるから、はい、うちの子ってどんなところに向いてるんだろうとか、どんなことをもっとこうやらなきゃいけないんだろうかとかっていうことって、親よりもやっぱり先生の方が分かりますよね。例えばどんな学校に向いてるんだろうとかって、そういうやっぱ特にそうですよね。どんなところを受けたらいいんだろうかっていうのが私はちょっとやっぱり自分でもさすがに分からなくなって、それで新年長を迎えて、それでもがむしゃらに12月は頑張ってきたんですよ。で1月2月と頑張ってきたんですけれども、もういよいよもってこう問題をやってもできないし、どうしてできないんだろうとか、どうしたらいいんだろうかっていうのがこう私の中でも自分のことなれば分からなくなるっていう。ただ人から見たらとか先生の立場から見たらどうなんだろうってすごく思うんですけど、残念ながら年長になると全然話す機会がなくて、先生もこう一つ教室終われば、うん、まあ次の教室がある時もあるし、そうなるとその間にその話が聞けないと、で本当に悩んだからこそこのフレンドリーができたんですよ。先生自身の体験からもそう、うん、もうどういう風な学校を受けたらいいかとかって言ってもやっぱはっきりは言っていただけないし、結局は自分で探してこなきゃいけないっていう、うんうんうん、でもね子供が一生かかってるものをね、うんうんうん、やっぱりそんな決断をね、自分がこうどういうところに子供は向いてるんだろうなんていうのは本当にわからないんですよ、私でも。本当モヤモヤが続いたまま進んでいくことの怖さってすごいですよね。本当にね、12月新年長があって、うん、まあ12月はこんなもんだろうと思ってがむしゃらやってましたけど、うん、やっぱり1月2月もうどんどんやること難しくなるし、一体何がどうなってるのかがわからないから、ちょっと先生からいろいろ話聞こうと思っても、まあ確かにそういう暇がない、うんうんうん、でまだうちができてない時で、はい、春の講習どっか行ったんですよ、はい、ちょっと今行ってるとこ、ね、そう行ってるとこと別なところに行ったんですけど、うん、その時も
終わったら、まあ、全体的に皆さんこうでしたよ、ああでしたよって言って終わっちゃったんですよ。問題解説があった。いや、うん、でもね、その講座とってうちの子どうだったんだろうってすごい思ったんですけど。あ、じゃあ全般的な話を全体にして、ね、そう、全体にして終わり、うん。こういう子もいましたよって言うけど、うんうん、こういう子ってうちの子かなとか、でも否定したいから絶対これじゃないとかって思うんですけど、うんうんうん、でもまあ職業柄ね、私もいやこれで終わるのはなんだからと思って、無理やりでもその講座の担当の先生見つけて、はい、いいんです先生、はっきり言ってください、うん、どうでしたか、はっきり言ってくださいって言ったら、やっとボソボソっと、うんうん、そこまで迫れば、うんうん、言ってくれたんですけど、ね、でも結局実はっていうことは先生は思ってらっしゃることがあってもやっぱり言えない。であるところなんか聞いたところだと、本当か嘘か知らないんですけど、はい、そこの大きな幼児教室の元締めのところに、うん、そのお母さんに内密にこうパアンケート出すんですって、アンケート配るんですって、はいはい、で今の教室の先生とかそういう人に対ことに対してのこのアンケート調査があって、うん、ある意味お客様満足度みたいな、でそれをその担当の先生に見せることなく直接大元に本部に送られるらしいんですよ、うん、でもね、私でもそこで雇われてたらやっぱり、だってそれぞれ人思うこと違うじゃないですか、うんうんうん、いいと思う人もいれば、うんうん、悪く思う人もいるし、うんうん、だからそうなった時に先生の立場としてね、そういうのを元締めに送られたら嫌だなとかって思ったら、うん、じゃあこの子は怒るのやめとこうとか当たり障りのないこと言っとこうとか、こうだけどやっぱりこんなこと言っちゃ悪いから、いや絶対それは働くと、うん、その元そこに行ってたお母様はそうおっしゃってました、うん、多分そうだろうと。そうね、だからある意味その良かれと思って言った指摘が図星でショックを受けてやめちゃったとかが増えたら、この人の営業成績悪いねになりかねないですね。そうなんです、ある意味、うん、ある意味そういうこう、うん、なんていうのかな、獲得、うんうんうん、みたいなものっていうのが、うん、あるっていうかね、うん、だからそうなるとね、やっぱりこう何か元締めに言われたりっていう、大元のねそういう、うん、ところに本部でいろんなこと言われたりとか、うんうんうん、そのちょっと子供が泣いたりしていいのかな、こういうレッスンでなんて、うんうん、やっぱ言われたらね、うん、怒れないですよさすがに、まあ、ちょっと安全運転したくなる気持ちはね、そうあれかなと、うん、本部のうちなんかはね、本部は私ですからね、うん、私と私でも先生が年長で代表的に教えてるのは私ともう一人の先生なんですよ、ね、うん、でも全然本部でもなければ元締めでもないし何でもないんですよ。お互いイーブンな関係だから先生とか先生やって頑張ってやってくれるとかって私なんかよく頼んだりとか、はい、でお互いにこうなんていうのかな、意見交換して、そう、別にその先生がやってることに私は口出しもしないし、で結局夏の海の日からはその先生もベテランなんですけどね、はい、そのベテランと私とか2人でタッグを組んでお預かり勉強するから、うん、それはこんなこと言っちゃなんだけど最高かなとは思うんですよ。特にその先生すごいから、ずっと現場でね、現場でもう、うん、もうその先生は現場専門なんで、うん、だからそういうところでね、だから私も年長のお母さんたちとはもう悩んでることはすぐ言ってくれと、うん、でもちろんもう一人の先生も私に言いにくければその先生にも相談したりすることを私は悪いとも思ってないしね、言いやすいところに相談に行ったらみたいな、だからそういう感じで2人で助け合って私たちはやってるんですけど、だから年長の6月7月以降は毎日プチ相談会を日々やってるような感じですね。そうですね、だから先生、私もだけどもう一人の先生も含めて比較的自由にやってるってい う、はい、そうね、そのこんなこと言ったらあれかななんていう、うん、その責任を取らすわけではないのでね、うちは。でやっぱり大きな問題点、うちは当たり前のようにしてますけど、絶対よその教室ってここ受けたらあそこ受けたらでこうこう、うん、そう受けたらって受けないのは自由ですからね、そこは私たちはそこまで強制はしないんですけど、例えばここを受けてみて次ここを受けてみたら、でもこことここだとあなたはここの方が合ってるから、まあ両方出してみるけどどうなるか分かんないけどって言って、そう考えてみると
皆さんのスケジュールっていう、どこを受けたらいいかっていう、だから外れがないんですよ、あんまり。この人はこことかね、この人は行政とかね、この人は立教とか。で、残念ながら立教のタイプじゃない人がいないときは、立教は出ないっていうことですよね。うんうん、そうですね。だから大体10人しか、10人ぐらいしか取ってないので、うん、1人1校とか2校とかは、うんうん、まあ全部入るんですけど、でもまあ主要なところはここと思ったところはやっぱ入りますよね。そうですね。だからやっぱり今の話ちょっと補足すると、特に都内は、11月の上旬に過密でスケジュールになってるので、どこの学校をどう受けるかって結構パズル的要素もあって、そのあたりはある意味経験するも必要ってことですよね。うんうん、だからやっぱりアドバイスも必要なのかなっていうところですよね。そうです、うん、だからやっぱりその幼児教室の5回通2番目っていうので、うん、だから自分たちが受けたい、受けたいのはどうぞご自由だけど、うん、受けたいけど、受けたいと入りたいは入るとは違うんですよね、うん、受けたいと思ってるところが入るかっていうと、タイプが違えば全然入らないし、うん、それでもやりたいっていうんだったら別に私は何とも言わないんですけど、その代わりここなら、はい、合ってるんじゃないかっていうところは1個必ず押さえておいた方がいいよとか、そういうアドバイスをしないと、もう親が受けたい受けたい受けたいってところでバーッと受けて、でも実は全然タイプが違った、そう、子供だけじゃないんですよ、タイプって親もあるから。それでもうバババッと落ちちゃって何もなくなっちゃうっていう人は結構多く出ますよ ね。 そうですね。フレンドリーでは出ませんけど、うん、必ずここならっていうところを抑えてるからこそ 100% なんですけど、そこまでだから、こんなこと言っちゃあれかなとか、こんなこと言ったらこのお母さんもし落ちたら私のせいになるかななんて思って、どうぞ、だから面白いんですよ、本音トークができないというかね、うん、面白いのは、うん、こことここを受けようと思うんですけども、先生どう思いですかって言ったら、そうですね、お母様の思った通りお受けになったらいかがですかって、私その答え何個も聞いたことあるんですよ。そう言われちゃいましたって、そう、他の教室に通ってる方からね、相談受けるとか、ね、そう言うんだって思ってね、うん、やっぱりそれは思いますね。だからどうすればいいですかっていう質問が他の教室に通ってる方から相談会でね、あ、それはありますね。うん、本当受験直前の時期に、うん、で僕たちは、え、なんでそれを教え、今通ってる教室から教えてもらえないんですかって話をよくしますけれどもね。でやっぱりパッと見て、うん、え、ここが合ってるんじゃないっていう、そういう面接とか願書の特訓、まあ、特に面接なんか子供も連れてくるので、まあ、一応どこ受けたいんですかって聞いて、まあ、ああそうやら、ここは合ってるかもしれないけど、ここはちょっと親が違うかもしれないとかっていうのは、言ってくださいっていうお家には言うんですけど、それってじゃあ教室で言われてないのかなって、もう願書出してるし、うん、っていうのはありますね。え、こんな願書で出してんのみたいな、うんうん、これはちょっと入らない願書だよねとかね、うんうん、だからやっぱそういうことがはっきり決断できない。でもそれが決断できてこその幼児教室、ペーパーだけ教えて集団行動やって何やってっていう、その中学受験とは違うから、なんかやっぱ密に相談できるか、密にアドバイスしてくれるかっていう部分は結構、うん、だから二人三脚、うん、だから親と子だけ、家庭と子供だけでじゃなくて、そこに幼児教室の先生も加わって3人が同じ車輪でね、うんうん、走っていかなきゃいけないっていう、うん、そういうことができる先生かどうか、気軽にいつでもね、お話を聞いてくれる先生かどうか、これもチェックポイント2だと思います。そうですね、うん、はい、ということでね、続編またまだまだ続きそうですね。まだありますね、はい、よろしかったら引き続き、はい、お楽しみにしてください、はい、ありがとうございます。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。ぜひフレンドリースクール来てみていただければと思います。
あ、そうそう、先ほどのあの、幼児教育相談会なんですけれども、まあ、こんなご時世なのでね、あの、ご移動とか難しい方、遠方にお住まいの方、海外にお住まいの方などは、ズームやスカイプを利用する方法もありますので、まずはご相談いただければと思います。時間帯、曜日等についても、かなり柔軟に動けると思いますので、動けますので、まずはご相談いただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育などいろいろなテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエストも大歓迎です。お気軽にいろいろお送りいただけたら幸いです。またチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。